戦後朝鮮半島や満州から引き上げてきた女性に堕胎手術などをした秘密病院二日市保養所跡に来ました。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の10月6日日曜日、時間が13時55分頃でございます。はい、今ですね、私福岡県筑紫野市のですね二日市保養所跡に来ております。こちらはですね、冒頭申し上げましたが、戦後間もなくですね、満州であったり朝鮮半島から引き上げてきた女性に対して堕胎手術を行った秘密病院ということでございます。なぜですね、こういうところが必要であったかと言いますと、満州そして朝鮮半島でのにおいてですね、女性の方々が、不幸なことにですね、強姦被害に当時ですね、堕胎というのは違法であったわけなんですけど、かといってですね、政府がそれに対して何もしないわけにはいかないということで、こういう秘密病院がね、作られたということでございます。ということで、こちらですね、二日市保養所で、当時はですね、ちょっと麻酔もですね、満足にできずにですね、麻酔なしで堕胎手術もされたということみたいですね。正直ね、麻酔なしで堕胎というのはちょっと私も想像ができないですね。私もですね、一応お医者でありまして、科は違います、放射線科ではありますけれど、10年ほど前はですね、初期研修医としてですね、スーパーローテーション2年間、各科を、研修として回っていたんですけれど、その時にね、産婦人科研修も 2ヶ月だったかな、行っております。その時にね、一度だけ堕胎のですね、手術もさせていただきました。ちょっとね、やってて自分でもなかなか、なかなかね、いろいろな複雑な思いではありましたけど、ちょっとね、結構やっぱり子宮の中をね、結構いろいろとね、なんて言いますかね、とにかく手技を、かなり加えるわけで、侵襲がかなり大きい、それを麻酔せずにというのはなかなかね、ちょっと想像にしがたい感じなんですけれど、それでもそういうことを、しなきゃいけなかった、しかも秘密にということで、もう当時の、政府そしていろんな方々のですね、苦悩がうかがえるところであります。今ですね、ちょっと そちらの、その二日市保養所跡に来てというのは、先ほど何度もお話した通りなんですけれど、こんな感じでですね、小さなですね、お参りをするところと、あとですね、神と書かれた大きな石が、あるわけでございます。こちらなんですけれど、ちょっと それに関二日市保養所に関する案内板みたいなね、そういうのはもう基本的にない状態で、ちょっとこじんまりといいますか、ちょっと寂しい感じはします。で、老人ホームのですね、駐車場の一角にあるということでございます。私としてはですね、非常に、多くの国民が、知るべき歴史的な、重要な施設だと思いますので、案内などは充実させたらなと思うんですけれど、なかなかいろいろと難しい問題があるのかもしれません。そういったところも含めて、こういうことはね、ちょっと国会の方にも持ち帰っていきたいと思います。秘密病院ということで、ちょっと当時の、公の文書の記録なども少し、どれだけ残っているのかというところもありますが、そちらで、働いていた看護師さんの証言はですね、貴重な、証言だと思います。この機会にですね、皆さんにも、この二日市保養所跡についてご承知いただけたらと思います。インターネットで、検索するといくらでも、情報は出てきます。新聞記事も、確か産経新聞もですね、記事出してましたし、毎年7月だったかな、こちらで、年1回、行事もあるということで、私もですね、時間があればね、その年に1回の行事も参加してみたいとは思っております。
と、まあ、産経新聞の、ね、記事については概要欄の方にリンクを貼っておきます。はい、ということで、まあ、少し短いですが今回筑紫野市二日市保養所跡に来ました。場所的にはですね、博多駅から特急電車だと、ね、あの1駅20分ぐらい、でそこからまあ徒歩を、ね、あの10分15分ぐらいかなで来ることができます。はい、ということで、まあ、特に、ね、あのということでございます。はい、ということで本日、こちらの二日市保養所の方に来させていただきました。もしよろしければ、チャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いいたします。はい、ではどうもありがとうございました。